皆様ももいいろんな習慣あるるとと思いますすルーティーンと呼ばれるものですね、えー、朝起きてこうとか仕事のルーティーンとかいろいろあるかとは思いますが、えー、このお話をしてくださったケンさんという女性実家住まいでしたが、えー、この方寝る前のルーティーンというのが決まっておりましたそれ何かというとまず、あ、変わったことではありません音楽を聴くというものでした。 実家にある2階の自分の部屋、えー、ベッドに入って横になり眠るんですがその時彼女は必ずですねスマホに入っているリラックスできる音楽を10分ほど聴くようにしていましたそれスマホにイヤホンさしてコードを伸ばして耳につけて横になった状態で10分ほど聞くと心がフーッとリラックスできて、えーでえー、そろそろいいかな音楽を止めてイヤホン抜いて コードをくるくるときちんと丸めてですねそれを枕元において明かりを消して眠るとうそうするとぐっすり眠れる気がするんですというのがルーティンでした習慣でしたその日もいつもと同じように音楽を聴いてあリラックスできたなってきちんとコードを巻いて明かりを消して眠りにつきました彼女を横を向いて寝るのが癖だったんですがそのまま 朝を迎える。げっせり今日も眠れた音楽のおかげだとは思うんですが、その日目が覚めてちょっと異変がありました。というのも、首の辺りがなんだか苦しいと。息がしにくいと。あれ、目が覚めてまだ意識ぼんやりしていましたが手を首の辺りに持っていくとザラリとした感触。ギュッと引っ張るとずるりとずれたのは髪の毛でした。髪の毛が 自分の首にぐるりと絡まって締めるような形になっているそのせいで息ができなくて苦しくて目が覚めたのだということが分かったただその髪の毛自分のものでしたこの K さんという方髪の長い人でした立った状態で後ろの髪だらりと垂らせば腰の辺りまであるというロングヘアの女性その髪の毛が 首にぐるぐるるとと巻きついていたといてたう体験今までしたことはありませんでしたがまあ寝相悪かったのかなと気にはしませんでしたとにかく巻きついていたものを外していく指に何本か長い毛が絡まったあれその中で気が付いたのが真っ白い端から端まで完全な白髪が2本あ3本混じっていることでした 年齢的には確かに白髪が生えてきてもおかしくはない。ただ、ちょっとショックだった。あれ、私もうそういう年なんだっていうのがなんとなく、まざまざと見せつけられたような気がして。まあ、それぐらいのこと。特に気にはしませんでした。そのまま朝ごはんを食べて仕事に行き、夜帰ってきたときにはそんなことがあったのももうすっかり忘れて、実家ですから、えー、ごはん家族で食べてお風呂に入って眠ることになる。 その夜もいつものように音楽を聴いて眠りましたそして朝「あっとまたなんだか首の渡り苦しくなって目が覚めるぼんやりとした意識の中で首元に手を当てると硬くて細いものが巻きついているあれこれなんだ?」思いながらぐっと引っ張るとずるりと取れたのは イヤホンのコードでしたえイヤホンのコードが自分の首にぐるぐると巻きついている。そんなことあるだろうか。イヤホンはいつも音楽を聴いた後に。 きちんと束ねて枕元に置くこれが首に絡みつくということは束ねたものをわざわざほどきそれを一本に伸ばした上で巻かなければいけない眠っている自分が寝ぼけてそんなことをするだろうかいや考えられないあれこれは寝相では説明がつかないぞとなんだか気味が悪くなりましたその前の日の髪の毛ぐらいならまあ起こるだろうか それでも長い間長い髪の毛をしていましたが初めてのことだった珍しいことでしたそれが翌日の朝になるとイヤホンが絡まっているなんだか気味が悪いなと思ったあただ、えー、出社しなければいけない時間迫っていましたからすぐに用意して着替えて朝ごはんを食べて行ってきますと家を出る 夜になって仕事を終えて帰ってくるご飯を食べてお風呂に入って2階にある自分の部屋ベッドに入り眠ることになるんですがいや待てよ昨日の朝今朝のことも思い出すこれまた起きるんじゃないかなんとなくそんな予感がしました多分細くて長いものが絡みつくからそれをベッドのそばに置くのやめよう 音楽を聴いていつも枕元に置いているイヤホンは違う場所に置きましたベッドからずいぶん離れたところにしまってしまいましたあとはこの長い髪の毛切るわけにはいかないじゃあどうしようか彼女部屋ゴムを4つ持ってきて三つ編みを作りましたそれを3つ三つ編みを3本作ってできたその3本をさらに三つ編みにしました ヘアゴムで留めた時にはもうぎっちりと硬い棒のようなものが後頭部から伸びている状態それぐらい編み込みましたから腰まであった長さが肩甲骨のあたりまで短くなっているもうちょっとやそっとじゃ曲がろうともしない布団に入って横向きで枕に頭をつけると寝返りを打とうと思ってもその硬い三つ編みが邪魔をして 転がることができないこれだったら大丈夫だろう安心して眠りましたその夜夢を見ました妙な夢だった夢の中でどこにいるのかがわからないなんだか暗い場所暗いせいで立っているのか浮かんでいるのかすらわかりませんでした どこだろうと思っているうちにその暗い闇の中にふっと人影が現れるすぐ目の前に立っているただその人影完全な影だった黒い影が目の前に立っている周りの闇よりも濃いから人が立っているというのがわかる顔なんて全くわからないただその黒い影がすっと腕を上げてゆっくり ゆっくくり自分に伸ばしてくる動くことができない近づいてくる腕が首に伸びてぐっと掴んだまま締めてきましたそれがとにかく苦しかったジタバタ暴れる掴んでいる腕なんとか引き離そうとするんですがものすごい力どうしても引き剥がすことができないうわこのまま殺されるそう思った時 頭のすぐ横から一本腕がぬっと伸びてきてそのまま自分の首を絞めている黒い何かの顔の辺りをわしづかみにしてギャーッとつかんだただ苦しいことは変わらないつかんでいる何か顔をつかまれているにもかかわらず手は緩まなかったまだ苦しい苦しいと思っていると耳元で キツネはたたりますゆえ声が聞こえたその声が聞こえた途端に目が覚めたガバッと飛び起きるハーハーと息を切らしていて手には汗をびっしょりとかいていましたそして首が苦しかった慌てて首元に手をやるとザラリとした感触あれ 髪の毛が絡ままっていましたあれだけぎっしりと編み込んだ三つ編みはバラバラにほどけて自分の長い髪の毛全部が首に絡みついていましたあーもう怖くて気味が悪くて慌ててその首に絡まった髪の毛をほどいていく何本かブチブチと切れる感触もありましたほどき終わった後手手を見るとまた 端から端まで長い真っ白い白髪が混じっていました。あれそれが妙に気になった。朝になってその長い髪の毛を母親に見せる。お母さん、私白髪あるかなこれ抜け毛に混じってたんだけどちょっと頭見てもらっていいそう言われて母親に念入りにちょっともっとちゃんと見て。 うん、もっと、もう時間かけていいから、ちゃんと見て。念入りに確かめてもらいましたが、白髪は一本もありませんでした。ああ。この毛自分のやつじゃないんじゃないなんとなくそう思って。じゃあ、白い髪の毛と、狐っていうワード。何か思い当たることないか、思い当たることないか。狐。 白白白いいい髪髪髪ののの毛毛毛あまさかと思いましたが一つ思い当たることがありましたそれ何かといえば彼女がハマっているスマホゲームでした最初思いついたがいやそんなバカなと否定しましたがでも何度考えても白い髪の毛と狐で思い当たるのそれしかない。 当時彼女がハマっていたスマホゲームというのが実際に存在する刀その刀を擬人化したキャラクターが出てくるというゲームでしたそのゲームの中でつい数日前に新しく登場したキャラクターというのが「こぎつね丸」「きつという名前がついていてそれが擬人化されたキャラクター「金骨隆々」の男性 髪の毛長いが真っ白だった白い髪の毛でキツネ思いつくのもうこれしかないぞそして彼女そのキャラクターを配置されてから新しく登場してからいわゆるガチャというものを回してみましたガチャというのは確率でいろんなキャラクターを 得るることができるゲットすることができるというゲームのシステムなんですがガチャを回すと一発でその新キャラクターこぎつね丸をゲットすることができましたうわーラッキーあまりにも嬉しかったのでツイッターにも書いてしまった小丸一発でゲットしましまたところがもう一回回してみるとまたこぎつね丸が出ましたあーあれ出やすいキャラクターなのかなその次の次日 ガチャを回すぎつね丸が出ましたああそうか新しく配置されたやつだから、えー、サービスで確率が上がって出やすくなってるんだってなんだそうかってじゃあこれレアキャラじゃなくてザコのキャラなのかなそんなふうに思いながらガチャを回すとままたたぎつね丸が出ましたなんと都合十数体出ましたところがネットで調べてみると。 例えば質問する掲示板なんかに「こぎつね丸どうやったら出ますか?」全然出ないんですけど「こぎつね丸をなんとか出したいんですけど」というのがいくつも見受けられるどうやらかなりのレアキャラらしいにもかかわらずガチャを回すたびにそれが出てくるそれが出てくるそれが出てくる,そ,てくるそしてあの夢「狐はたたりますゆえ」ああ「タイミングが合ってる」自分が首が締まるようになったのとこのキャラを引いたのが 同じ日だ。そこから怖くなって彼女そのゲームしばらくやりませんでした。だから、これ、どういうことなんでしょうかねそのキャラと、この現象って何か関係あるんでしょうかそれとも私が一発で弾けたのをツイッターに書いたりしたから誰かが羨ましがって一両でも飛ばしたんでしょうかとにかく、わかりません。 K さんそんな風に話をしてくれましたいろんなメディアが増えていくと新しい階段生まれてくるものですインターネットが生まれればインターネットの階段 LINE が登場すれば LINE の階段が登場するそしてとうとうスマホゲームガチャにまつわる階段まで登場してしまったというお話でした <music> thank mm -hmm. you